味噌煮込みうどん名古屋飯とは、グルメ激戦区として知られる愛知県名古屋市の名物料理を指す造語である。ただし、すべてが名古屋市発祥の料理というわけではなく、他の地域に起源を持つ料理もある。別称は、海アあーモン。コ小倉トースト全国的に知られているメニューに、さらなるアレンジを効かせたアイデア料理が特徴で、味付けが濃厚で癖が強い点で共通している。 B 級グルメと呼ばれるカテゴリーに属する料理の集合体であり、その発祥も古いものだと半世紀前後以前にたどれるものもある。発祥が名古屋ではない料理でも名古屋飯のカテゴリーに含まれる場合もある。豆味噌やたまり醤油などが多く使われており、全体的に味付けが濃い傾向がある。名古屋飯を系統的に分類すると次の5つに集約される。 味噌をベースにした伝統的なもの、味噌煮込みうどん、味噌おでんなど鶏肉をベースにしたもの、卵とじラーメン、手羽先唐揚げなど、イタリア麺料理をベースにしたもの、鉄板ナポリタン、インディアンスパゲッティなど、アジア風麺料理をベースにしたもの、台湾ラーメン、マヨネーズ入り冷やし中華など喫茶店メニューをベースにしたもの、小倉トースト、千字など、世界の山ちゃんの手羽先唐揚げ戦前までの名古屋の、 食文化は名古屋高賃を使った日本料理が代表格だった。しかし、繊細によって正当な名古屋高賃料理が衰退してしまう。その後の戦後混乱期には屋台街が名古屋の名物となり、こうした屋台の中から味噌ベースの料理が自然発生的に生まれ、独自の進化を遂げていった。しかし、1973年に屋台以外の営業が禁止され、 2000年代まで名古屋の食文化は停滞してしまう。ゼットンが東京へ進出し名古屋の地元料理を提供し始めた2001年頃、グルメ情報誌の記者がイタリア料理の炒飯を真似て名古屋飯という故障でゼットンの料理を紹介しようとした。これに対しゼットンの代表取締役社長をしていた稲本健一がもっとストレートに名古屋飯と呼ぶことを提案し、採用されたのが、 名古屋飯という言葉の始まりである。ゼットンに続いて、ヤバトンや世界の山ちゃんなどの名古屋の企業が東京へ進出して、名古屋名物を提供し始めた時にも使われ、名古屋飯という表現は東京を中心に広まっていった。地元の名古屋で使われるようになったのはその後である。名古屋から関東への出店が相次いだこと、2005年の愛、地球博の開幕や後継期で、 名古屋に活気が出てきたことなどが、総称の名古屋飯が全国的に知られるようになった原因である。同時期に名古屋ドームで球場独自の弁当として、宮弁が取り入れられた。この宮弁にも名古屋飯の食材を取り入れたものが多く、ドームでの野球観戦での食事にも愛されている。また、名古屋駅の駅弁にも名古屋飯の食材を取り入れたものが数多くある。 近年、全国各地に、名古屋飯のフランチャイズが開店していった。現在、名古屋飯を急する、店のうち、世界の山ちゃん、ヤバトン、山本屋総本家、米田コーヒー店などが関東などへ進出している。なお、かつてタモリが、名古屋弁を面白おかしく誇張するネタにおいて、名古屋では、エビフライのことを、 エビフレアというと話題にした影響で、エビフライも名古屋名物であるとの公開が広まった。実際のところ、エビフレアとは言わない。しかし、車エビは愛知県の魚に指定されているほか、伊勢湾、三河湾は日本でも、有数の車エビ漁獲量を誇る漁場であったこともあり、後に、タモリのそれを逆手に取り、名古屋市周辺でも、エビフライを取り入れたメニューを提供する店や、 エビフライ専門店なども現れ始め、現在では、名古屋飯の一つとして話題に上ることも、見受けられるようになってきた。ミシュランガイド愛知、岐阜、三重2019特別版では、ビブグルマンとミシュランプレートの評価で、ひつまぶし、名古屋コーチン、味噌カツ、香炉、めん、味噌煮込みうどん、天むす、なめし田楽の料理店が乗り、一つ星に、ラーメンが、 東京以外で初めて一店舗掲載された。カッコ内は発祥地である。ありがとうございます。